気をつけろ。一歩近づいた。サナエ、ラザルビッチがいる。油断するな。シェファーはどこ？わからない。あそこに人質がいるんじゃないか。
よし、俺が行く。オッケー。よし、火事から逃げると思え。オッケー。オッケー。よし、上がったら蹴飛ばしてくれ。やだ。本当に蹴るなよ。うん、待って待って、もっと下がって。特別配達よ。いいアイデア、よく考えた。ちょっと待って。ああ、いいね。よし、それでいいわ。もう少しで着く。オッケー。ちょっとよく見てろよ。よし、頭を下げてろ。油断するな。オッケー、正々堂々と戦う。見つけたぞ。ダメダメ、無駄だよ。よし、ついてこい。あそこだ。多分シェーファーはあそこだ。
つもこんな目に遭っちゃうのかな。大丈夫よ、来たわ。本当だな。何が？君といると散々な目に遭う。まあとにかくここから逃げよう。無理だ。どうする？私の隊は見つけたか？ああ、見つけた。なぜあんなことをしたと思う？わかってる。石を見つけられたら歴史が大きく変わっていた。ダメよ、無理しないで。やつがナイフを知ってるよ。塔へ向かった。ああ、君が止めてくれ。動かないで、じっとしてて。ああ、この修道院にはシャングリラへの道が隠されている。あのナイフを取り返して秘密の道を見つけて、そして石を砕くのだ。やつが手に入れる前に。ドレイク、頼む、信じてくれ。セイファ、ネイト。
彼を置いてく気？仕方ないだろう。聞いたろ。彼の話本当だと思う？わからないが、彼は信じてた。それで十分だ。行こう。二手に分かれよ。何？ちょっと聞いて。私は秘密の入り口を探しに行く。あなたは塔へ行って、なんとかナイフを取り返して。ああ、オッケー。あ、目立つ行動は避けて。あと連絡は無線で。え、了解。頑張れよ。